集まった中で腕の立つ連中は公務所に行ってもらった。お前さんたちも顔を出してみたらどうだい。剣術だけじゃなく法術や馬術を西洋式で教える目新しい道場ってところだな。お、そりゃ面白そうじゃ。早速覗いてみるとするかの。わしは先に行っちょっき。おう、意外と早いじゃねえか。試合見ていくだろう。とりあえず中を案内するぜ。ここが法術場だ。高島流法術ってのを教えている。これからの時代必要な技だ。おお、やっと来たかい。おまんも御前試合に出られるよう頼んどいたぜよ。おまんなら出た位置言うと思っての。なに、わざわざ礼を言わんでもええき。さあ、試合の準備はできちょるかい。おいたら始めるぜよ。鉄舟殿や泥舟殿を破ってやがるからな。今回は鼻から剣を抜かせてもらう。なんてな、なわけねえだろ。吉原で会うた。おっと、人違いじゃねえか。俺は征夷大将軍徳川慶喜だ。征夷大久保様かい。
血が騒いでな。出てきちまった。私どもには公方様を任せようなどという気は。おい、座らんか。おい、そんなにかしこまるなよ。俺はな、あんたに負けて痛快だ。負けたことが。ああ、まさかあの手裏剣をかわすやつがいるとはな。公部署に春英を集めた甲斐があったってもんだ。片森殿。は。京都守護職として露払いを頼む。公部署は多士済々だ。好きなものを連れて行け。恐れながら身分や来歴を問わず、腕に覚えあるものを広く募り、京の治安に当てたく存じます。バカな、上様を狙う不届き者が集まるだけだ。その場合はまとめて撃つ好機になりましょう。お前に任せる。御意。ではこれにて。